はい、落合孝之チャンネルご覧の皆様、こんにちは。衆議院議員の落合孝之です。今日はゲストは元モーニング娘。の市井さやかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。市井さんがなんで議員会館にいるのと言いますと、去年参議院選挙に立憲民主党から出たんですよね。はい、落合さん、2年前ですね。あ、去年じゃないですね。もうあれから2年、はい、そうだ。もう2年。そうですね、もう2年経ったんですね。2年経ってしまいました。あれ、だから選挙って初めてなわけですよね。その初めての、はい。どうでした？全然違かったですか？歌うのとは。まあ、路上で歌うこともなかったでしょうけど、路上で演説するってどこなんですかね。そうですね、路上で、自分の気持ちを訴えるということを自体初めてだったので、あ、そうですよね。とにかく緊張ですね。またその芸能のね、歌を歌っていた部分とはまた本当に別格の、あの緊張感と張り詰めたその空気の中で訴えさせていただいたんですけど、でも、なんかやっぱこの2年ってすごく学べるものが大きかったなっていうふうに思います。はいはいはい、コロナも続いてますしね。そうですね。で、あれですよね。また、挑戦したいと。で、先月でしたっけ、記者会見しましたもんね。はい、そうですね、8月に、はい、会見を開かせていただきました。はい。で、結構、政治の世界って、まあ僕は子供の頃から、興味があったので、そんなに無理はしてないんですけども、政治の世界って普通じゃないじゃないですか。そうですね。だってあんなに、路上で、マイクで大きい声で喋ってるのを、毎日やる人なんてあんまりいないですし、まあ、そうですね。まあ、私は船橋出身なんですね、はい。千葉県船橋市出身なので。野田さん。そうです。ちょうど私の本当に、徒歩10分圏内くらいのところに野田さんの。毎日演説してたって言ってますもんね。で、本当にこう、チラシとかも配られていて、で、私の母も受け取ったりとかしていたので、幼少期の頃から、見ていましたね。で、はい。一回選挙出た後にもう一回出るってことはすごく思いが募って、よしもう一回やろうと思ったと思うんですけど、それって何なんですかね。やっぱり突き動かされたきっかけは子供ですね。はい。やっぱり私4人の子供がいるんですけれど、やはりその4人の子供の子育てをしていく中で、やっぱりこの日本のこの社会の子育てに対する、なんかちょっとした、なんでしょうね、思いやりが、なんかまだまだちょっと、足りないんじゃないのかなっていうのを、私がこう育児を経験していて、やっぱりこう実際に感じるところはすごく大きかったので。まあ本当に子育て中の特に女性の声って、ほとんど国会に届いてないんですからね、残念ながら。そうですね。我々もちょっと前の待機児童問題ぐらいからかなりやってきたんですけど、私も子供、今長男が小学生で、次男はまだ保育園なんですけども、はい、そういう声を、まあ、同級生とかからももらいましたし、うちもそうでしたし、ただ全然届かないっていうのはあったので、まあやはりそれを届けようというのは結構重要だと思います。はい、で、ただまあ選挙って大変ですからね、頑張ってくださいね。もう選挙はね、本当に、この2年の間に、都政とかもね、はい、いろいろと応援とかに行かせていただきましたし、そうですね、都議選もありがとうございました。はい、とんでもないです。いろんなところの本当に候補者の方々とお話をさせていただく、こう、機会の中で、様々なその選挙の、やり方っていうのを、現場でいろいろとこう感じてきたものはあるんですけど、ただやっぱり、その女性が、これからその、国政だったり、まあ、本当にこう、政だったり、経済だったりっていう、本当にいろんなところでの社会、に対するその参画とか、もちろんその政治に対するその参画のその重要性っていうのは、頑張ってくださいねっていうよりかは、一緒に頑張りましょうっていうふうに言っていただけるシステムを、どれだけ、そうですよね。はい、作って、いただけるかというか、まあ、私自身も切り開いていきたいなっていうふうにも思いますし、落合さんにも頑張ってください。まあ、有権者と自分たちの思いが一致するようにしないといけないじゃないですか。そうですね。だから、まあ今まで歌手としても活躍されてましたけども、はい、私政治活動してて、政治家っていろんな要素があって、まあ政治家っていうとなんか朝まで生テレビの討論番組に出る人って感じが
しますけど、当選するまでには街頭演説で分かってもらわなきゃいけないし、あと集会とかでも話しながら分かってもらわなきゃいけないし、書いたものも共感をもらわなきゃいけないし、だから作家であり、そうですね。あと僕ずっと受かるまで4、5年かかったんですけど、毎日駅前で演説してて、ゆずっているじゃないですか、はい、駅前で演説、あ、演説じゃない、演奏しながらメジャーで活躍したっていう、はいはい、まあ自分はゆずみたいなもんだと、自分で曲を作って自分でそれを演説にして、まあ曲じゃなくて演説ですけどね、自分の思いを演説にして、で駅前の人に分かってもらって自分は国会に行くんだというふうに思ってやってたので、まあ今までの活動ともちょっと似てるかもしれないですけどね、表現して伝わって、しかも同じ思いに有権者がなってくれないと当選できないので、そうですね、それをどうやってやっていくかっていうのが、まあ政治家として活躍していく、まず一歩一歩進んでいく道なのかなって思いますけどね。やっぱり本当にその政治とその生活って、うん、やっぱり切っても切り離せないとても大切なものがあるということに、うん、私も二十歳で一番上の子を出産したんですけど、はい、やっぱりまだまだその二十歳で出産をした時というのは、周りの周辺に、ママ友と呼べるお友達も作りにくかったですし、そうですよね、だって同世代っていうかちょっと年齢が離れてるわけですもんね。はい、なので、うん、本当にこう試行錯誤をしながら、本当に子育ての悩みとかっていうのも、母にこう聞いたりとか、はい、周辺にちょっと頼ったりとかっていうする部分もあったんですけど、うん、でもそれってまだまだ恵まれていた方だったかなっていうふうな思いもあって、うんうん、そう、本当一人で子育てしてたり、そういう方々って本当いるんですよね、うん、世田谷にも本当いますからね、はい、うん、なので、なんか私もまあ、ついこの間あったんですけど、近所の公園で、うん、まあ、一番下の子が保育園なので、はい、保育園のお迎えを行って、で、うん、ちょっと帰りに公園も通るんですね、はい、で。そしたら公園を通っていた時に、ベビーカーに、赤ちゃんを連れたお母さんが一人で、ぼーっとベンチに座っていて、少し耳を塞いだし、動作があったんですよ。だからちょっと私、いても立ってもいられなくなっちゃって、で、赤ちゃんが泣いていたんですよね。で、もう夕暮れで誰一人もいなかったので、ちょっとこれは声をかけるべきなのか、どうしようかなっていうふうに悩んだんですけど、でもちょっとここはちょっと声をかけてみようと思って、で、声をかけたら、やっぱり周りの周辺に、お母さんとお父さんは、ちょっと遠方にいて、今こういうコロナの状況で帰ることもできないし、ちょっと頼ることもできないし、ちょっと自分がいけないのかなっていうふうに思っていて、ってちょっと思い悩んでいたんですよね。なので、なんか私も、いや、全然そういうことないと思いますよっていう話を、ちょっとたわいもない話をして、で、帰っていったんですけど、やっぱり、本当にまだまだその都市部とはいえ、やっぱり孤独を抱える方もたくさんいらっしゃいますし、それは片一方でその遠方でもね、いろんなところでも、やっぱそういう声って、まあ、今こういう時期なので、なんかみんなで寄り添え合えるものを ね、作っていきたいなって。結局保育園もあんまり来ないでくださいって言ってますし、本当にね、小学校も友達とあんまり遊ばないでくださいみたいな感じじゃないですか。だからずっと家にいることが多いわけで、はい、で、まあ旦那さんがちゃんと子育てしてくれないような家だったら、もう絶対に女性が追い込まれていっちゃうわけですよね。だとシングルマザーの方も結構な割合いますし、はいはい、そういう方々が一番悩みを抱えてますし、あとコロナになってそういう方々って非正規雇用が多いから、年収も下がっちゃって、で、どうすればいいかわかんないし、子供小学校だったらすぐ分散登校で帰ってきちゃうし、オンライン授業やるって言って、そんなちっちゃい子が一人でできないじゃないですか。接続までもそうですし、あとは Wi-Fi 環境がまだまだ整わない家庭も本当にたくさんあるので。そうですよね。だから、まあ、本当に非常事態でもあるので、はい、まあ、非常事態じゃない時も、ちゃんと子育て環境を整えなきゃいけないんですけど、特に今は、はい、みんなで助け合って、そのシステムがない中で、フォローし合っていかなきゃいけないなと。だから、私も、国会議員としても、なるべく個別にですね、今まではそんなに個別にフォローすることってそこまではなかったんですけど、
特にコロナになってからはいろいろなイレギュラーな問題で役所が扱ってくれないとか、そういう悩みをですね、はい、まあいろいろ聞くようにしてるんですけども、だからこそいろいろな経験をしたことがある国会議員、うん、あのまあ子育て経験もあるし、あとまあ若い時にその一番上の子が生まれて、はい、その今言ってた相談があまりできないみたいな、そういう経験がある人たちがあの国会議員になるっていうのは重要なことだなと思うんです。ちょっとその二十歳で結婚する前の話なんですけど、はいはい、14歳から16歳の時にモームスで、はい、そうね、もっと長くやってた気がするんですけど、はい、2年間なんですね。そうですね。はい。なんかあの、本当にたくさんの方から、はい、結構いたんじゃないのっていうふうに思われているみたいなんですけど、思いますけどね。私は実際に2年間の。今回、プロフィール見て、って、2年しかやってなかったんだって。そうなんですよ。ね。はい、で、モーニング娘。の結成って97年でしたっけ？そうですね。はい、97年です。で、2期目かなんか、次のに入ったのが1位さんでしたよね。はい、はい、そうです。そうですよね。でちょうど98年から2000年だと僕が高校生、大学生だったので、はい、まあ今あんまりテレビとか見てないですけど、その頃は見てたので、非常に印象があるのと、やっぱりあの、この収録前に話しましたけど、ラブマシーンはめちゃくちゃヒットしましたよね。そうですね、ありがとうございます。ね、で、僕よりかちょっと年上のもう社会人だった人たちに聞いても、あのカラオケ行くと、はい、その上司もラブマシーン歌って、しかもそのみんなで合わせて歌わなきゃいけないから、あの大変だったみたいな、サラリーマンとしては。上司が歌うんだったら、そう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 、じゃあもう一緒にもう歌うみたいなね。そう。みんなで、そう、はい、でもあの、つんくさんがやっぱりバブル世代なんで、はい、そうですね、あのバブルの時ってなんかみんなで合わせて踊ったりしてるじゃないですか、はいはい、映像を見ると。ありますね。あれをやりたかったんじゃないかなってなんか、ね、で、1999年だったら、バブルからまだ10年ぐらいしか経ってないので、はい、あの頃を知ってる人たちって結構若い人たちでもいたはずなんで、うん、なので、バブルを再びみたいな、まあ最後のバブルの残りがみたいな、そんな感じの、感じで結構盛り上がりましたよね、あの時は。そうですね。あの、1999年にそのラブマシーンが、うん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 、あの発売をされたので、うん、で、あの、99年から2000年に変わるっていう、やっぱそのミレニアムな、本当にこう、華々しい年で、うん、で、紅白歌合戦とかミレニアムの紅白も歌ったのがあの曲でしたっけ、はい、そうです。そうか、そうか。それもなんか覚えてますね。はい。と、あとはこっちもにも、ね。そうですね。チョコットラブを歌ったのは、はい、その時。あ、そうですよね。はい、そうですよね、はい。あれからもう21年経ってるのに、そうですね、もう20年以上経ちますね。僕もメロディーは覚えてますし、一回思い出すとなんかずっとリフレインしちゃいますからね。それぐらい頭の中に残っちゃうというか、それぐらいやっぱり流行る要素があったんですよね。みんなが覚えられる曲をみんなで盛り上がって歌いましょうという感じで、で、一つの、あの頃は社会現象の一つがモーニング娘。で、はい、で、なんかその、まあ、ああいうのが流行って、で、今の AKB に続いていくみたいな、まあ、モー娘。もまだ続いてますけど、はい、AKB ブームに続いていくみたいなのがあったわけで、まあ、本当に、なんて言うんですかね、思い出しますね。その、歌を思い出すと、その頃を思い出しますね。ですね。もう、私ももう20年以上経ってますけど、やっぱりまだまだ、やっぱそうやってお声掛けをいただくこともありますし、やっぱり歌を聴くと、やっぱりこう思い出しますっていうふうに言ってくださる方もいますし。そうですよね。はい。で、でも16歳で、モームス引退して、はい、で、そこから20年ってソロとかで活動してたんですか？はい。はい。ソロで活動をさせていただいて、で、事務所の方もちょっと移籍させていただいて、またちょっと違った分野のお仕事させていただいたりっていうようなことを。違う分野って何やってたんですか？違う分野、まあ、ちょっと女優業ちょっとさせていただいたりもしましたし、まあ、ちょっと、モデル業的なところもさせていただいたりとか、あとそれと同時に、まあ、子育てというところで、まあ、出産
も経験をしていたので、あの子供の、あのイベントだったりとか、なんかそういったところにお声掛けをいただくことも多くなりました。で、子供は、あの、何人でしたっけ ?4人います。あ、4人。おー。はい、で、一番上が、もうだから、20歳の時生まれてんだから、高校生。高校2年生です。おー。はい、すごいですね。高校2年生と、はい、14歳の中学校2年生と、はい、あとは8歳の小学校3年生、うん、4歳の保育園ですね。あ、一番下の子は、うちの下の子と同じぐらいですか。あ、同じですか。はい。で、今日、まあ、声かけたのは、はい、あの、世田谷区民なんですよね。はい、そうですね。はい。まあ、家が近くではないんですけれども、同じ世田谷区民ということで、はい、で、まあ、同じ世田谷区で子育てをしてるっていうことで、まあ、同じような、まあ、共感できるところがあるかなというふうに思いまして、まあ、これからもいろいろ子育てのことは情報交換させてもらえればと思いますんで、はい、で、あの、よくタレント候補の批判っていうのはあって、で、僕も、あの、基本的にはですね、あの、タレント候補ってそんなには良くないと思ってるんですよ。で、それは、あの、一般的なタレント候補って、ほとんどあの、普通の有権者と同じ生活をしたことがなくてというか、例えば14歳から16歳の時ってもうめちゃくちゃ忙しくて、はい、そうですね。世の中がどうなってるかなんてわかんないじゃないですか。そうですね。世の中の仕組みも。はい。それで何十年も来た方が国会に行って、それだったらパフォーマンスすることしかできないんじゃないかっていうふうに思う有権者って多いと思うんですよ。ただ僕が、市井さんが政治家として応援しようというふうに思うのは、あの、10代の頃に働いてるっていう経験もあるし、あと20歳以上は子育ての経験もあるし、はい、あといろいろ自分で、まあ事業みたいな、まあ自営業みたいな感じですよね。そういうのをやってるわけなので、そういういろんな経験をしたことがある人が、その経験を活かして、あの、自分の力を国会で発揮するっていうのは私は重要だと思いますし、しかも10代の頃から活躍してたってことは、まあそれだけ何かを成し遂げる力というかパワーはあるっていうことなので、なのでそういうせっかく生まれ持って、あの、持っているですね、パワーはやっぱり世の中のために使うべきだと。なので、まあただ選挙とか政治の世界ってちょっと変わってるので、そこはあの、フォローできることはフォローしていきたいなっていうふうには思ってるんですけども。で、まあ、ちょっと後半はですね。はい。あ、後半というかもう結構あれですね、時間が。あ、そうですね。はい。あと10分以内ぐらいですね。はい。あの、政治のことなんですけれども、はい、今、市井さんは30代で、まあ女性でということで、うん、あの、政治家にはあんまりいない層なんです。あの、若年層の女性ってほとんどいないですからね。うん、で、そもそも、私、衆議院議員ですけども、1割ぐらいしか女性自体がいないと。はい、で、9割は男性。で、あと、平均年齢は50代後半ぐらいですので、うん、はい、男女全部入れても、20代の衆議院議員はいなくて、30代もですね、数パーセントしかいないわけです。まあそういう中で私も初当選が35歳でしたけども、かなりあの少数の中で、まあやっていかなきゃいけなかったと。で、そういう中で、要は偏ってるんですよね。あの、中高年男性の意見しか、ほとんどあの反映されていない、そういう世界なので、あの、先ほども最初の方に話出てた子育ての環境とか、困ってるお母さんの声っていうのは、はい、基本的には届かないのが残念ながら。で、山尾しおりさんが保育園落ちたを取り上げたのが、僕もその時当選してたから、まあ数年前ぐらいだと思うんですけども、ね、はい、あの時は、あの、我々の地元の世田谷もですね、日本で1番か 2番ぐらいの、あの、待機児童が本当にいて、私ちょうどあの、保育園落ちたの。あ、そうですか。はい、あの、当事者です。ああ、はい、私はですね、長男生まれた時無職だったので、年収が低すぎて入れたんですよ、長男。あの、
まあ、そういう形で、もう本当周りの人たち、保育園落ちた人、本当いたんですよね。もう6000人待ちだったんですよ、通知が来た時に。あ、そんなにですか。こんな、もうこれ入れないよねっていう話になりましたね。それで、受かったと思ったら、住んでるところから電車乗って行かないといけない保育園が受かりましたとか。ありますね。最近はもう、特にコロナぐらいになったから、待機児童問題って少なくなってきたんですけども、あの頃は本当に大問題で、共働きやめなきゃいけないとか、そういう問題が起きてたわけですけれども、その声がなんで国会に届かなかったのっていうと、国会議員って全国から均等に選ばれてるので、はい、都会のそういう世田谷とか横浜とか待機児童問題があるところの国会議員ってあんまりいなかったんですよね。何割ぐらいでしょうかね。1、2割ぐらいしか待機児童問題、の選挙区ってないんじゃないかなと思いますけど、で逆に、その、地方の方選出の人にその話すると、だってうちの方はスーパーとか商店に保育園入ってくださいって貼ってあるんだよって。募集中っていうふうになりますよね、はいはい。児童募集中っていうふうに、逆に取り合いなんだよっていう話をしていて、だから、やっぱりそれをですね、保育園の予算をつけるっていうのは、半分以上の人たちが賛成しないと、予算ってつかないわけなんで、非常に難しいと思うんですよね。で、それと同じように、今は、まあ、例えば小学校が分散登校で、お昼に帰ってきちゃうとか、オンラインで、自分で家からやってくださいと。じゃあ、シングルマザーでお母さんが家にいなかったらどうするんですかっていうことや、あと、共働きで、まあ、特に低学年の子たちですよね。はい、どうするのってことと、まあ、あと最近私のところに来るのは、学童に行く子が増えてきて、はい、まあ、共働きが多いわけですけれども、学童って、例えば夏休み、給食が出ないので、出ませんね、毎日お弁当を作んなきゃいけないわけですよね。で、希望者ぐらいにはお弁当を作ってほしいっていうのも、一律ダメですと。お金払うって言ってもダメですと。で、結局、うちの長男に聞いてもですね、コンビニのおにぎり持ってきてる子もいるわけですよね、実際。正直私も持たせたことあります。あ、そうですか、やっぱそうですか。はい、今のところ、はい、うちの妻は頑張って毎日作ってたようですけれども、ただ、まあ、コンビニのおにぎり持ってくる子もやっぱりいるんだろうなと。そういう子供たちに対して、政治がですね、なんかできてるのかって言えば、で、あともう一つですね、びっくりしたのが、世田谷って平均年収割と高いんですけど、2019年コロナの前に、14歳以下の子供にアンケート取ってて、3食ご飯が食べれてますかというのに、食べないんじゃなくて食べたいけど食べれないって答えた子が 13% もいたんですよ。それぐらい要は家が食費も賄えないぐらいの家が 13% ぐらいいるっていうことで、子供の貧困問題っていうのが全国的に言われてますけど、所得の高い世田谷でもあるんだなというようなことも感じてますし、要はたくさんあるんですよね。子供に関する問題が。本当に子育てっていうところのカテゴリーですと、その子育てって本当に大きな括りの中の一つの政策として思われがちなんですけど、でも実はそうではなくて、本当に細かい細かいところにやっぱ全部細分化をされている。で、それはイコールお父さんお母さんが働く環境が実は整いにくいんだよとかっていう部分にもつながりますし、教職員型の本当にちょっと困ったなとかっていう声も実はそこに届いている。だからやっぱ全部つながっているんですよ。だからそこを一つ一つ拾っていくっていうのが、やっぱり、私も取り組んでいきたいことでもありますし。うん、そうですよね。はい、例えば、まあ、シングルマザーの家があり、まあ、普通に専業主婦の家庭もあるでしょうけど、ちょっと前まではそれが大多数だったのが、もう少数派じゃないですか。で、共働きの家庭があり、あと3世代同居で助かるのかと思ったら、おじいちゃんかおばあちゃんが介護が必要だったりとか、結局、そうやって家庭によってかなり多様化していて、しかも困っている内容もかなりバラバラっていうことなんで、はい、まあ、地方自治体も対応しなきゃいけないし、地方自治体が対応しきれないことは、国が
しっかり制度を作んなきゃいけないと、うん、で経験したことあることじゃないと親身にわからないとかピピッとわからないことってあると思うんですよね、はいはい、だからその当事者の人たちとかその周りに当事者がいっぱいいるような国会議員が、まあ、どんどん出ていかなきゃいけないですし、あと参議院選挙って、はい、全国比例って全国がなんていうんですか有権者なので、はい、多様性を出しやすいんですよね。そうですね。はい。小選挙区だと大多数の最大公約数の部分を、まあ、声を拾っていかなきゃいけないんですけど、うん、参議院は細かいところまでやろうと思えばできるんで、そういう活動をやっていくっていうのが、はい、重要だというふうに思いますね。はい、今現在、そのつながる本部のコーディネーターという、うん、あ、そうですね。職をいただいていて、うん、で、この2年間の間に、うん、全国、本当につつうらうら、まあ、今ちょっとこう回りきれていないですけど、うん、まあ、オンラインとかで対談をさせていただきまして、うん、やっぱり地方でも実はその子育ての問題とかっていうのは結構あるんですよね。地方特有のものがあるってことですよね。特有のものがあります。うん、で、それは本当につながるっていうそのホットラインが実はないんですよっていう声を結構いただくので、やはりそこは地方を強くしていきたいっていう思いもありますし、そこはその行政で賄いきれない部分は国がやっぱり自立としてその法律をきちんと定めて思いを作っていくっていうのはとっても重要なのかなっていうふうに思いますね。そうですよね。本当にそういう政治家たちが少ないので、有権者の立場に立てる政治家っていうのを増やしていきたいと。で、そういう政治家に我々もしっかりなっていきたいですよね。忘れられてしまっている。で、少数の声って言いますけど、その少数が今大多数になっちゃってますからね。そうですね。で、また声も本当にいろんなところで散らばってしまっているので、そこをやっぱり一つにこうまとめられるような環境を作っていくっていうのはとても大切ですね。まあ困った時にすぐ話ができて、それをすぐ届けてくれるっていう政治家は必要だと思うので、まあ私もそれを目指してますし、まあぜひお互い切磋琢磨しながら、はい、いろいろできればと思いますんで。で、今回、衆議院選挙もこの秋に行われる予定です。で、まあ多様な声というか、届いてない声が、やはりたくさんあることは確かですので、私もですね、皆様方から引き続き、いろいろな声を聞きながら、世の中を良くしていくために、これからも頑張っていきたいと思いますんで、ぜひいろいろな声をいただければと思います。では、時間になってきましたので、ここら辺で、ちょっとまだ聞きたいこととか、たくさん残ってるので、また選挙後でもですね。そうですね。はい。はい、時間があったら、ぜひよろしくお願いします。本日は市井沙耶香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。